皆さんこんにちは。今日はですね、正の整数の問題ですね。正の整数の問題というのは普通これこういうような格好にすれば、あとこれ整数、例えば手だ、あ、10だったらこれが約数で1か1の10か、それとも2の5か、その逆数ですね。ここが2、ここが5っていうふうにして、回答を出します。これができるかどうかですね。まずこの場合ですね、 AB 両方にかけると 5B ですね、プラス 6A が 7AB だから、 7AB マイナス 5B マイナス 6A が0と。でこれを B で、くくると 7BA ですね、マイナス、6A となってですね、でこれをなんとかこれにしたいということで、 6A マイナス5分の7をここに持ってくると、これはマイナス 6×5 の7を入れなきゃいけない、調整しなきゃいけないですね。すると 7B マイナス6、それから A マイナス7分の5が 6×5 の7で30ですね。これ7両方かけると 7B 丸6の7A ですねが30と。そこで30の約数を見てみると、1か、30ですね、もしくは30か1、それから2か15、もしくは15か2、それから3か10で、10か3ですね、逆の場合、それから、5、6、6、5と。この全部のケースについて、これが A、これが B、A、B ということで、30になるということですね。で、最初からちょっと入れてみると、A が1だったら、これは 7B マイナス6が1で、これはダメですね。整数にならない。同じように B も整数にならない。2だったらどうでしょう。7B マイナス6が2だったら、これもダメですね。整数にならない。で逆の方もならないと。3と10、3だったらどうでしょう。7B マイナス6が3だったら、これもダメですね。整数にならない。で逆の方、これも3だったら、整数にならない。そう、可能性あるのは5か6ですね。7B マイナス6が5だったらどうでしょう。ダメですね。その逆の6だったら、これもダメですか。え、じゃあ全然他に可能性がないということですかね。約数は25、3ですよね。5、3の10、5の6、5の6ですか。ちょっともう一度見て、この 2はならないですよね。この逆はなるんですかね。15、あ、逆なりますね。これ15だったら、 7B が21だから B が3と。あ、この場合いけますね。すると B が3であればですね、
片方は2だから、7a-5 が2で a が1ということですね。見逃しましたね。これがこうかい、あ、これが答えになります。はい、そこまで。今日の単語はですね、イミネント、イミネントっていうのは、あ、もう起こりそう、もうそこまで来てるっていう感じですね。イミネント、例えば、なんか、イミネントデンジャーっていうと、あ、もう これ危険だ、もうここまで、危険がここまで迫ってるっていう、いう意味ですね。イミネント、ロージョンっていうのは、だんだん、なくなっていく、風化していくっていう、ロージョン、川なんかでもどんどん流れに、岸が取られていく、あれがエロージョンですね。で、いろんな言い方で、使われます。例えば、インダストリー、エロージョンのインダストリーっていうと、だんだん産業がなくなっていくというような感じにも使いますね。はい、そこまで。